北斗神拳を共に学んだ二人の兄が生きていた。一子相伝の伝承者争いは北斗神拳の長い歴史に再び悲劇をもたらすのであろうか。北斗の二人の兄が生きているかもしれんのだ。長兄ラオウ、次兄トキ。俺は時にはどうしても会わねばならん。トキとはどんな男なのだ。北斗神拳で人を救うことを理想としている、優しく、そして強い男。行くのか、ケン。リンとバットはどうするのだ。やはり連れてはいけぬ、レイ。わかった。子供たちは俺が守ろう。ケン、死ぬなよ。出たー。ケンシロウ、やつならいいデクになってくれそうだ。トキ様、デク狩り隊のハブ、ただいま戻りましてございます。あ、いいデクが見つかったのか。この男です。どうですか、この筋肉。元ボクサーでヘビーウェイトのチャンプにまでなった男です。すげえ。お前がトキか。なかなかの力だが、無駄なあがきはせんことだ。黙れ。貴様を倒せば村は救われる。これ以上貴様の狂った人体実験を許すわけにはいかん。無駄だ。バカだ。体が動かん。なるほど、なかなか息がいいな。気に入った。実験の準備をしろ。やめてくれ。うわ。一体何をされたんだ。何をする気だ。新しい飛行の救命だ。成功すればお前のパンチのスピードは倍になる。すげえ。どうだ。やめてくれ。我慢しろ。強くなりたくないのか。この飛行ではなかったようだ。ん？間違ったかな？俺の求める北斗神拳はまだ遠い。いいね、いいキャラしてるね。じいさん、あんたもデク狩り隊には気をつけた方がいいよ。デク狩り隊？ほら、噂をすれば何とやらだ。強そう。誰か俺と勝負したい奴はいないか。マイカよ。おい、お前強そうだな。勝負してみんか。俺か。そうだ、勝てば食料を1ヶ月分やろう。おい、あんた今言ったばかりじゃ。なーに、簡単なゲームだ。この牛気と腕相撲をしてもらおう。いい度胸だ。俺の筋力は時様の秘術により数倍にアップしているのだ。時、その腕へし折ってやる。
そんな細い腕で俺に勝てるのか。さあ来い、ハゲ。え、マジか。やめろその声。ずるいよ笑わせんの。ちょっとずるいよ笑わせんのは。ちょっとこいつずるいよ笑わせんの。折れたのはお前の腕だったな。なかなか筋力はあるようだな。でしょ？時の居場所を言え。わしはその時様によって常人の数倍の跳躍力を授かった男。あ、そうですか。わしに勝てたら教えてやろう。ザ。で、はめるしかない。終わった。小さすぎて当たんねえもんな。終わった。当たっ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 た。いって。終わった。いって。それこのでかいやつ。よし。終わった。うわ。見てくんなかいザコどもは。終わったー。よし、死ね。あ、くそ、遅かった。あっちゃー。終わったー。相手を見てから喧嘩を売るべきだったな。確かに。時のところに案内してもらおうか。はい。剣士ルミ、デクにふさわしい男よ。時様。え、どうした？旅の親子連れが。貴様にお会いしたい。そうか、通せ。3日前に病にかかり高熱を出しております。この子を救えるのは時様だけ。どうかお願いします。ほう、それはいかんな。わかった、そこに寝かせなさい。心配するな、もう苦しむことはない。 ありがとうございます。時。おう、来たか。懐かしいな、ケンシロウ。時、なぜ子供を殺した？なんだって？時、なぜ変わった？俺の知っている時はもっと目が澄んでいた。そう興奮するな。すでに手遅れだった子供も俺の手で楽に死なせてやっただけではないか。それに俺は変わらん。時代が変わったのだ。
時代は医学より暴力を必要としている。ケンシロウ、暴力はいいぞ。暴力はいいぞ。お前は昔の時ではない。かかってこい。戦ってみればわかることだ。あ、そうですか。死ねえ。外した。マジか。アミバ。な、何？その男の名はアミバ。かつて俺と同じ南都政権を学んだ男だ。ほう。な、何を言うか。アミバ、他の男は騙せて、俺の目はごまかせんぞ。顔まで変えて時になりすますとは。お前の言う通り、俺はアミバだ。だがもう遅い。ケンシロウは倒した。俺は天才だ。北斗神拳はこの俺が伝承してやる。バカ。北斗神拳の奥義には飛行封じというものがあるらしいぞ。な、何？飛行封じ。知らなかったのか。なんやだ、飛行を破るとは。もし俺
機が飛行をついたのか。いかに俺でも飛行を破ることはできない。俺が時より劣るというのか。そんなわけはない。俺は天才だ。誰も俺に勝つことはできん。デクを使い救命した新飛行によってさらに強靭になったからだ。俺が網場流北斗神拳だ。網場流北斗神拳。貴様は長く生きすぎた。バカめ、凡人が俺に勝てるか。凡人じゃねえだろ。北斗神拳の歴史は2000年。貴様ごときに極められる剣ではない。北斗神拳の残骸石保険。ただのパンチじゃん。なんだ。アヒラ勝手に。止めきくり。足が勝手に。飛行の出現をついてある。地獄まで自分の足で歩いていけ。自分で飛行をついて止めてみろ。指がなくてはつきようがないか。なぜ天才の俺がこんな目に。貴様のことを一番知らなかったのは貴様自身だったな。来たか。はい、ということでですね、世紀末シアター
お楽しみください。それではどうぞ。聞いた話によると騎馬一族が全滅したそうだ。なんだって？一体誰が？なんでも胸に7つの傷を持つ男、確か。おい、お前。うわ、舐めた真似しやがって。俺の名を言ってみろ。お、思い出した。水だ。じゃあ死ね。おい、お前はどうだ。この傷を見ればわかるだろう。おお、思い出した。確か ケンシロウ。そう、このお方こそ北斗神拳唯一の伝承者、ケンシロウ様だ。お前はもう死んでいる。てめえ、このボウガンが見えないのか？ない。では貴様の処刑を始めようか。なんだとこの野郎。うわ。よく覚えとけ、ケンシロウ様だ。お前はもう死んでいる。